おはようございます。MC 松島です。ないですか、他にあの始め方、なんか本当に。僕はなんかこの辺でゴソゴソしていたら、そのゴソゴソをチラチラ見ながら、ういって始めるじゃないですか。第3回、はい、マリースタイルダンジョンじゃねえよ。マリースタイルティーチャーみたいなことや、ちょっとやってみてください、プロのタイトルコール。マリースタイルティーチャー、そういう感じなんですね。いや、わかんないっすって。だからあの怖くなってきた、本当にもうあの突っ込んだりとかボケたりするの、この松島さんのこの目の前で。いや、でも僕がやっぱでも芸人さん殺し的な感じもあるんでしょうね、きっと。そんなことないですけど、ちょっと僕も今探ってますから、本当にどう行きましょうか。でもそのプロの塩梅が分かんないから、僕は割とこのままだと思うんですよね。で、そうだから僕が塩梅を探ればいいんですよね、いろいろとね。うんうんうん、いや、難しいっすよね、そりゃ突然こんなことさせられたら。打ち合わせぐらいしましょうよ。打ち合わせどうしたらいいんですか。漫才やりますか。漫才やりましょう。うわ、もうちょっと待ってよ、もう松島さんと。はい、今即興で。即興で。はい。あ、じゃあ僕いいんですか、ツッコミで。はい。あ、まあ、あ、こんにちは。あ、秋ですね。秋ですよね。最近ですね。無視しないで、無視はしないで。電車乗ってて、あ、電車乗ってて、新幹線みたいな電車に乗ってて、新幹線みたいな電車、な、細長い、鼻ちょっとこうなってた、それ。そしたらですね、うん、はいはい、あのトイレ行こうと思ったら、お、トイレあるんですよね。あるよ、大体。でガチャって開けたら、中でですね、イヤホンつけて、スマホ見て、うん、ゴリジコリしてる男の子がいて、おいおい、どこでやっちゃう、鍵閉めなさいよ、それもうダメだよね、本当に。そこで俺、あ、すいませんって言っちゃったんですよ。言ってる、いや、普通よ。俺悪くないですよね。悪くないよ、全然。いいじゃないですか、それったら。っていう、俺悪くないのにすいませんって言っちゃうことあって。いや、何の話反射神経で言っちゃうの、ガチャ、あ、ごめんなさい、みたいなね。その時に、やっぱ、すいませんって言わない方がいいじゃないですか、悪くないから。いや、でも反射で言っちゃうから、なんか悪くないのに。だから、それのすいませんって言わない練習したくて。聞いたことない。付き合ってもらいます。あるけど、漫才で何々したいからちょっとやってみようの練習のあるけども、電車でトイレ開けたら中でゴリジコリしてる男の子がいたけど、すいませんって言わない練習したくて。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。なんすか、それ。その練習聞いたことないな。だから、あのトイレでゴリジコリしててもらっていい。そこちょっと気になるけど、わかりました、ちょっとじゃあ、はい、トイレでですね。はい。ウィーン。これボケなんですけど。あ、ごめんなさい、自動ドアじゃないもんね、あれね。なんかこう横開けるやつだもんね、これね。いや、ちょっとわかんないな。今のいらっしゃいませって言ってもらわないと。ごめんなさい、ちょっと言ってくれない。ちょっと。だいたい漫才って、だいたい漫才って打ち合わせあってやるもんだから、急にそんな言われても。いや、今、あ、そっか、いらっしゃいませ。今、僕がテレビで見てるツッコミだったら、コンビニかいって言ったら、いらっしゃいませ。唐揚げくん揚げたてですけど、ってローソンかいみたいな感じ。あ、言いたかった。言ってほしかったのに、ずっとコントやってんですもん。いや、そこにちょっとあの酔ってた部分もあるよ。そのゴリジコリのできるんだ俺みたいな。あとゴリジコリに触れてほしかったですよ。もうごめん、スッと入ってきちゃった。それはそのワードがいいなと思ってスッと入ってきちゃったけど。このエピソード、ちなみにあの藤田さんがドキュメンタルで言ってたエピソード、そのまま言ってみたんですけど。本当だ、言ってた。漫才できそうっすよね。あ、それはこれでどう、次じゃあ僕どうボケればいいんだろう。で、松島さんが言ってたやつで、要は僕がそこ突っ込んであげたらよかったっすよね。いや、ドキュメンタルの藤田さんのやつって言った方が、言ってほしかったってことですよね。それはどっちでもいいかな。どっちでもいいんだ、それはどっちでもいい。分かんないな、好みは。いや、ウィーン、マジ俺の勇気、マジ 100% 勇気必要ですよ、ウィーンなんて。これは確かに、これは本当にもう突っ込みありきの、本当それこそもう顔赤くなっちゃうやつですもんね。本当にそうですよ。ウィーンで何も言ってくれなかったら、これは申し訳ない。ゴリ事故ってた、シンプルに。シンプルにゴリ事故り、シンプルにゴリ事故り。ダメダメ、絶対ダメよ、それも。あの人のマルシーついてますから、もうダメですよ、それ。マルシーついてますから。あの人にマルシー。いや、それもダメよ、もう粗品さんすごいですから、本当ね。大好きですもんね。カピバラの食べ方。わかんない。架空の。なんかこう、ちょびちょび食べる感じ。そうです、ね。ちょびちょび食べてて。クリオネの泳ぎ方。
あ、いいですね、このハライチパターン。ハライチと粗品の融合。ダメよ、いろんな人から持ってきちゃってるから。アネモネの姑みたいな。アネモネの姑。困りますよ、ちょっとやめてください。もうビール飲むわ。もうあ、ビール飲みましょう。あのハライチさんの、酔っ払いたいわ。もうハライチさんのあれってめっちゃラップだと思うんですよね。ラップっすか、あれは。あの似た言葉をずっと言うだけで、あのただやそれを続けるっていう、似た言葉っていうのがすごいラップ的で、あれやられたなって思いました。いや、もう完全にお笑いさんのマインドですけどね、それは。いや本当にラッパーってアメリカとかだともう最先端なんですよ、言葉の。この人が言ったら流行るみたいな。あ、確かに。なんつうんだろう、その流行語大賞なんですよね、ラッパーの発言が。発言力がやっぱそのいろんな人ついてくし。で、そのまあミルクボーイさんのおかんのくだりとか、うん、みたいな風にフォーマットがどんどんこうラッパーが作っていくんですよ。うんうん、こういう韻の踏み方していくと面白いよねとか。それでハライチさん出てきた時に、これラッパーが先に出さなきゃいけなかったやつだなってめっちゃ思いました。絶対そんなの町場さんしか思ってないっすよ。あれはなんか文化ブームみたいのを作るんですよね、きっと。その、うんうん、アメリカのラッパー、ラップ、ヒップホップの人って。そうですね、それが足りないということですね。ハライチさんには負けたと思いました、初めてあの漫才見た時。すごい、だから発明ですから、まあ、お笑いの世界でもあれはもう本当発明ですからね、すごいですよね、うん、みんなが死ぬほど考えている中であれがあの若さで出てくるっていうのはもう本当にただの天才ですよ、本当に。すごい。ショートコント連発ですもんね。ボケないでずっとツッコミの人がボケもやるみたいなことですもんね。そうですね。ワードみたいな、それこそこうね、真汐さんに言ってましたけど、ワードみたいな踏襲しながらももうショートコントにずっと突っ込んでるみたいな、自分でショートコントして自分に突っ込んでるみたいな。そうっすよね、繰り返しですから。それであんだけ面白くできるのすごいですよね。これボケの人がめっちゃ動く漫才すげえダサいと思うんすよ。え、ちょっとでもすぐパッと思い浮かぶのはね、そもそも霜降り明星とかはすごくボケの方が動かれる漫才しますけどね。すげえダサいなって思って。ダメよ、それはもう今もう具体例言っちゃったんだからダメですよ。面白いっすよ、すごい。ハライチさんとか、うん、霜降りさんはそれをちょっとアップデートしたと思うんですよね。なんかずっと変なこう僕の人が変なコントしてて、それに言うだけの漫才ってすげえダサいなと思って、漫才じゃなくていいじゃんって思ってて、キャラ芸人でいいじゃんって思ってたんですよ。そのなんか変なおじさん、変なおじさんと普通の人みたいな。まあ、あのここ何やってんだろうって入ってきて、漫才なのにもほぼコントみたいな作りの、うんうん、すごいよくあると思うんですけど。はい、ありますよ。やり取りすることがやっぱ漫才ってかっこいいのに、うん、しゃべくりね、しゃべくりがこそがやっぱ一番かっこいいとされますから。うんうん、はいはい。だからハライチさんとか霜降りさん以前にそれやってた人は僕もダッセって思って見てました。そんなことないよ、すごいな。そんな中でもたくさん面白いことする人いるでしょ。あの人たちはすごすぎるだけで、あのやっぱ霜降りさんの M1 のネタとかもあれもフリップ芸ですもんね。こんな丸々は何々だみたいなのをせいやさんがずっとやるっていう、はいはい、あれもすげえ発明だなと思って。確かに、ボケこんなに動かしてもダサくならないことを考えたんだなっていう。だからそれが粗品さんありきなのかもしれないですね。うん、あのツッコミでこうバシッとこう筋をなんていうんですか、こう整えていくっていうか、だから見やすいじゃないですか。ボケがすごくガチャガチャって動くんだけど、粗品さんがいるから安心して見てられるというか、この人の次のワード聞けば大丈夫みたいな、うん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 、最後の砦的なところがあそこにあるから、こうせいやさんがどんだけ暴れても大丈夫みたいなかっこよさありますよね。粗品さんのツッコミもすごいラップに似てますね。あ、そうっすか。なんとかのなんとか、やっぱ長いボケに対して短くこう、やっぱツッコミ全般そうなんですけど、あれのラップ、うん、すごいラップの技術にも応用できる思います。でも あえてボケを泳がせて、その後にみんなが予想してるワードの2個ぐらい先のワードを言うじゃないですか、うん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 、あの感じが、要はその3つとか4つ先だとやっぱ見てる人がなんでその言葉を、例えを言ったのって分かんなくなるんですけど、うん、ちょうどああ言われてみればを言うのがすごい上手ですよね、うんうん、まあ、それも多分舞台でもう何回もかけてかけてかけまくってちょうどいいっていうのを多分見つけてくると思うんですけど、それはすごいですよね。やっぱ MC バトルも相手の矛盾してる
のをいかに短く強い言葉で言うかで結構お客さん湧くんで、そういうのやっぱり呂布さんとかすごい上手いんですよね。ドタマさんでもそれこそ上手いじゃないですか。そうですね。すげえ矛盾ってめちゃくちゃいじりますもんね。ではまた来週。いやもう